皆様こんにちは。ロンダンチャンネルことの今西です。本日は批評家フリーライターの徳田義治様にお越しいただきまして、よみがえるミサーチレンと題しまして、現在で焦られた作家となっていますミサーチレンのことについて話していただこうという、企画になっております。徳田様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速なんですけれども、徳田様の自己紹介の方からよろしくお願いいたします。はい、私ですね、1982年生まれ、まあ、学年は81年の、なので、早生まれが82年ですね。はい、で、今は42歳です。はい。で、出版社、もともと勤めてまして、で、その後フリーライターしてたんですけど、2022年にスバルクリティークという評論新人賞で、紫百郎論、で、ちょっと受賞させていただきまして、で、その後受賞後第一作でミサーチレンを書いているという状況でございます。はい。で、今回ミサーチレン論を見ていただいて、今西さんにお声掛けいただいたということで、非常に光栄でございます。はい。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、早速なんですけれども、スバルの2022年2月号に、徳田様が書かれました、創価の革命、はい、ミサーチレン論というこの文章があるんですけれども、はい、これは今までミサーチレンという人物はなかなかこうまとまった批評であるとか評論っていうのはなかったんですけれども、はい、そういったところでまずこのミサーチレンという作家の下落歴といいますか、まあ、今回初めて知るって方もいらっしゃると思いますんで、はい、そういう方々向けにどういう方の近年であったのかちょっと紹介していただけますでしょうか。あ、はい、ですね、まあ、ミサーチレンのウィキペディアが立候補されておりまして、はい、まあ、久々にウィキペディア見て、ちょっとかいつまんで説明しますとですね、まあ、1959年8月23日生まれ、これ昭和34年ですね。はい、で、幼少期から割とその受験勉強とか、そういうもので詰め込み教育とか受けて、早稲田中学に入学するんですけども、その後ちょっとぐれてしまうと。はい。まあ、不良ですね。そうですね。なってしまうと。ということです。で、このウィキペディアのエピソードで、猫殺しの鉄っていうふうな、ですけど、これ嘘なんで。あ、そうなんですか。これはですね、三沢をモデルにした、河村武さん、劇作家の河村武さんのオイデプス Y という。はい。劇がございまして、まあ、その中で作られた、まあ、三沢モデルとするキャラクターですね。はい、でこれを鈴木邦夫さんがちょっと面白おかしく書いたのが、そのまま広がってしまっているというような。なんかですね。非常になんか、幼少期は内向的な子供だったようです。うん、で、高校2年生の時に試験をボイコットします。はい、でそこで退学をして、審査役党派、はい、加わります。その、高校の時の同級生の友人で、その審査役の活動家がいたので、ね、戦記派という審査役の党派に加わりまして、1978年、三里塚闘争というところに参加しまして、これは、今の成田国際空港、まあ、昔は新東京国際空港と言いましたけども、はい、こちらの建設反対闘争に参加しまして、で、これは、ですね、まあ、反対運動の中では結構エポックメイキングなもので、開校の2ヶ月前にですね、反対派が官制党を占拠して、開校が2ヶ月延びるっていうような、闘争が行われて、まあ、これで、その反対性運動が、いけるんじゃないかみたいな感じで、高揚感の中で、まあ、三沢は、舞い上がっていくんですけども、翌1979年に、東京サミットというのが東京で行われるんですけど、これ今もいろんな各国でサミットがございますけど、先進国首脳会議ですね。でそれで東京で初めて持ち回りで行われるんだけど、そこで審査役が反対しなかったということで失望して、今度は新右翼というところに行きます。で、これが鈴木邦夫さんとかがやっていた一水会になります。はい、で、この一水会の中で、まあ、一水会とまあ連動するような形で、その若手とかの、まあ、民族派の活動家の人たちが集まった統一戦線義勇軍という組織がございまして、まあ、三沢はそこの議長になります。当時は清水浩二という名義でやるんですけども、で、この中で、まあ、ちょっと内輪もめのような形で、
そのスパイと目した人を、まあ、査問ですね、まあ、詰めて、まあ、結果的にその殺してしまうと。で、その中で、刑務所に入ります。千葉刑務所に、12年間服役して、その服役の途中も、まあ、犯行を繰り返しながら、最後に、新日本文学賞という文学賞で天皇ごっこというところで、獄中でデビューして出所します。もう出所直前に、デビューして、そこからですね、出所するというところで、そこから、まあ一躍ちょっと時の人になるんですが、まあ10年ぐらい活躍、まあ活躍、まあ最後の何年間っていうのはほとんど沈黙しているような状態だったんですけども、90年代後半から2000年ぐらいまで、ちょっと一躍時の人の作家のような形だったんですけども、2005年に、まあ、精神を病んだ末にちょっと自死してしまうという、はい、というようなのが、去年が46代、という形です。ありがとうございます。はい。で、三沢知念という、まあ、人物なんですけれども、はい、まあ、自死してから、まあ、2005年自死して、もうそろそろ20年経つというふうな、流れているんですけれども、はい、で、まあ、残念ながら著作はほとんど絶版になってしまっておりまして、はい、まあ、なかなかこう、活動期間がちょっと短かったっていうこともあると思うんですけれども、こう正面切ってこう、批評したり評論したりするっていう人はなかなかこう、現代出てこないっていうところがあると思うんですけれども、そういった中で先ほどちょっと私が出しました通り、2年前にスバルで倉庫と革命ミサー事例論というミサー論の、まあ、長文の批評を書かれた、時田さんが書かれたんですけれども、これに対して反響とか、ございましたでしょうか？ですね。まあ、ちょっと正直に申し上げると、まあ、インターネットでいくつか感想をちらほらと書いてくださる方がいらっしゃったんですけど、反響自体はもうほとんどございませんっていうのが実際のことでございまして、前の私がデビューにあたる紫百郎論は、スバルクリティークという賞自体が終わってしまう。で、もう一つは文芸誌で、群像という雑誌が講談社ありまして、群像新人評論賞も同じ年に募集停止だったので、まあ、純文学の雑誌の中で、評論とか批評を対象とする新人賞が、まあ、三田文学ではまだございますけど、はい、なくなってしまったっていうところと合わせて、すごくちょっと注目されて、辞表とかにも取り上げられたんですけど、サーロンに関しては、辞表も出てないので、それはまあ、普通の作家の人もね、本を出して、それ書評が出なかったらもう終わりみたいなところがあるので、まあ、それに近いような形ですね。ですけど、まあ、文芸誌っていうのは基本的にバックナンバーが残っていくので、こう今にさんが発見して読んでいただくとか、そういうその新たな出会いっていうものがあるので、まあ、これをご覧になられている方も、まあ、図書館とかに行けば、まだ読めると思いますので、ぜひご覧になってくださいということですね。これは私事にちょっと恐縮なんですが、はい、私が三沢知念という作家を知ったのが2012年頃だったんです。まあ今から10年少し前だったんです。本当にいろんな思想関係の本を読んでいたら、偶然三沢知念という人が引っかかって、それでちょっと本を取り寄せて読んでみたっていうところだったんですけれども、ただなかなかこう、偶然の出会いがないと、こう、三沢知念という人は、ちょっと残念ながらこう、先ほども言ってました通り、こう、書籍がこう、うん、絶版になってしまっているところがありますので、こう何かでこう見つけないと、こう図書館等行って調べないっていうところがあります。こう、そう言ってみたらちょっと難しいなっていうところがありまして、うん、それで徳田様は、三沢知念と出会うきっかけというか、それはどのようなものだったんでしょうか？うん、そうですね。もうその前にちょっとなかなか出会うきっかけがないという、まあ、それは事実なんですけど、三沢知念っていうのはこう、新潮文庫に4冊書いてですね、はい。天皇ごっこと、囚人教時代と、母と息子の囚人教時代、はい、超烈な帝国、はい、で。特にこの囚人教時代っていうのは、単行本だと8万部とかかな。かなり売れたようですね。ぐらいになってっていうところなので、まあ、他の作家に比べると、比較的、まあ、出会おうと思えば、
古本屋さんとかで出会えなくなるんですね。うん、もっとその人文学作家とかで、不遇な人とか、まあ、生前も全く認められてない人とかっていうのがたくさんいらっしゃるので、それに比べると三沢っていうのは非常にメジャーな存在かなと。そうです。うん、で、どこに、出会ったかというお話ですよね。そうですね。ですね。これもね、ちょっとね、事前にそのご質問いただいていろいろ考えてきたんですけど、はい。もともとですね、私は社会とかそういうものに興味がございまして、まあ、この世代の人なんで、普通にそのゴーマニズム宣言とか、中学校とか、高校とか。で、ゴーマニズム宣言に鈴木邦夫さん出てくるんです。そうですね。うん。なので、結構、まあ、早熟だと思うんですけど、中学生とか高校生でも、鈴木邦夫さんとか一水会とか知っていたんです、名前は。はいはい。あと、その木村光弘さん、木村三光さんも朝まで生テレビとか、ね。そうね。まあ、代表されてる方ですね。で、木村さんとかもね、知ってたんですよ。でもね、三沢にはね、まだちょっと繋がんなくて、大学に入って、で、インターネットとかでつながりがあった人から、まあ、三沢知念っていうのが変って言っちゃあれですけど、なんか、右翼も左翼もごちゃ混ぜにして書いてる変な作家の人がいるよみたいな話を聞いて、で、そこで、あ、その人の経歴、三沢の経歴を調べた一水会っていうのがつながっていったっていう形ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、三沢の小説、あるいはエッセイなんかもかなり書いている人物でして、あるいは政治論文といいますか、そういったものも書いている人物なんですよね。だからかなり幅広く活動していた人物で、単に作家という枠では収まらない人物だと思うんですけれども、うん、その中で徳田様が一番惹かれる文章っていうか作品はどれになりますでしょうか。うん、まあ、やっぱり天皇ごっこが一番作品だと私は思いますね。天皇国語っていうのは、これ、バージョンがまたね、いくつかございまして、死後に、作品社っていう会社から、三沢の未発表の小説が3冊出るんですけど、はい、愛情賞とかですね。一冊の中に、天皇国語っていうのは入ってるんですけども、はいはいはい。はい。こちらがですね、新日本文学賞の受賞作の応募時の作品のショートバージョンみたいな感じなんです、ね。これが大体なんか原稿用紙トータルで70枚ぐらい。で、これがですね、単行本になると、北朝鮮渡航記を加えて400枚ぐらい。かなり分量増えますよね。そうですね。で、さらに書き換えて文庫本になってるんで、大きく分けると3つのバージョンがある。このバージョンがね、どんどん変化していくようなところも魅力的かな。そうです。三沢っていうのはやっぱりすごくアマチュア時代が長かったので、すごく書き溜めてる作品のストックが膨大にあるんですね。だからそれを追っていくと、実はこの時の小説をこっちに援用してるみたいなものが、図で繋がっていくっていうようなのがあるんで、そういう部分がちょっと魅力的かなっていうところですね。まあ後からこう読んで、追っていくっていう上でも追いがいがあるような作家っていうふうには。私自身も大体三沢の短著は全部読んでるんですけれども、一番やはり文学として、はい、三沢の思想が一番出ているのが天皇ごっこかなというふうに考えておりまして、で、10年以上前ですけど、大浦信之氏が天皇ごっこっていう三沢をこう題材にしたドキュメンタリーが撮ってるんです。うん、まあ当然ご覧になられたと思うんですけれども、はい、そこで思想史学者の中島武氏が、やはり天皇ごっこというのは一番三沢の中で中心的な存在なんだということをおっしゃってたんですけれども、やはり実際、彼自身のライフワークとして書き継いでいきたいっていうことを、末尾の方に書いてたんですよ。書いてたと思うんですけれども、そういう意味でやはり初版のものがあって、
単行本化して、でそれがまた文庫化してっていうふうになってると、こう、書き継いでいくっていうふうなことして、彼らの中でもやはり特別な作品だったと思うんですけれども、やはり彼自身のそういう、監獄っていう中で書いていったっていう、そういう特殊な季節立経営も含めて、やはり天皇国というのは、特別な作品だと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね。だから、こちらの、まあ、囚人帰郷時代とか、母と息子の囚人帰郷時代に詳しいですけど、三沢っていうのは、獄中に落ちてから、まあ、母親と文通をするわけですね。まあ、肉親とは文通できるから、うん。で、その中に小説を混ぜ込んで、で、お母さんが、まあ、その聖書を代筆して、いろんな文学賞に応募していくところなので、こうやっぱり非常にその特殊な形で世に出た作品というところで、それからやっぱりその獄中文学としてもね、注目に値するようなものかなと思います。はい。実際時田様がこう、物心ついて活動されてるというか、そういう早熟な方と、さっきおっしゃってましたけれども、こう、三沢がこう、存命中にこう、重なっていらっしゃると思うんですね。徳田様のこう人生と、三沢が生きていた時代っていうのが、重なっていらっしゃると思うんですけれども、うん、そこで一度はなんかお母様から、三沢のお母様から手紙をいただいたっていうエピソードがこう、日頃の中にこう書いてあったと思うんですけれども、やはり映画でも出てらっしゃったんです。そのお母様も亡くなっていらっしゃるんですけれども、うん、やはりお母様の存在っていうのは三沢文学の中で絶対外せないと思うんですよね。これは三沢の人生でも言っても大きな存在ですし、やはり三沢の文章ってのはこう汚かったんですよね。で、これは清書するのが大変だったっていうふうなエピソードも含めて、本当にお母様がこう、二人三脚で出して、うん、それが作家三沢中につながったっていうことは、やはり絶対に抑えておかなければならないことだと思うんですけども、やはり三沢文学っていう中でも、お母様、母親って存在は大きな存在だと思うんですけど、いかがでしょうか。うん、そうですね。まあ、その、お母さんの、まあ、その字が汚かったっていうところも結構ポイントかなとは思っていて。そうですね。まあ、私、結構もともとサブカルチャー系の出版社にいまして、三沢知蓮を担当していた人、直接はないんですけど、まあ、日本で聞いた話によると、やっぱり字がぐちゃぐちゃで読めないと。だけどですね、なぜかその、それぞれの出版社に、なぜか三沢の文章を読める人がいたらしいんですよ。それはだから結局お母さんだから読めたみたいなのところも繋がってくると思いますけど、三沢っていうのはやっぱりなんかその以心伝心する人が、その、響かない人には響かないんだけども、響く人には響くみたいな、それもなんかその字がなぜか読める人みたいなのが繋がってくるかなというふうには思います。で、まあ、本当にその、三沢の母子関係っていうのは、まあ私もその、何ですか、その心理とかそういうものの専門家じゃないんですけど、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、その愛着を超えたなんかもうね、癒着のようなものがすごくございますよね。だから、蜷川正彦さん、野村修介さんのお弟子さんの方ですけど、天皇国府の中で、話してらっしゃる、なんかその、まあ、親子を超えたもうなんかその仲間とか同士のような関係だったんじゃないかっていうのは、非常によくわかります。うん。ただやっぱ母親なくして、これはその世に出ることはなかったとは思いますね。うん。今サブカル系の出版社に勤めてらっしゃったというふうに、前のおっしゃられましたけど、うん、いわゆる徳田様自身もスバルクリティック賞を受賞された批評にしても、いわゆる90年代のいわゆるサブカルブームと言いますか、うん、もちろんこのサブカルっていう言葉がもうちょっといろんな意味がありすぎて、ちょっとなかなか定義も難しいですし、いわゆるサブカルチャーっていうものとまた別のものだと思うんですけれども、私90年代にいわゆるプレインターネット時代に一瞬花開いた文化というものがあって、で、三沢知蓮もおそらくその90年代の文化の中で一種消費された面があったと思うんですよね。いわゆるサブカル的なブームの中で消費されたと。三沢自身もそれを自分で分かっていて演じていた部分があったと思うんですけれども、実際も彼は見た目もなかなかこうイケメンというか、こう見栄えのいい人物ですから、こうテレビの中でよく出てたと思うんですけれども、ただ一方で彼自身は文学賞にすごくこだわった人物でもあったと。三島由紀夫賞を何としても取りたいと思って、東立の帝国を出したけど、まあ、取れなかった。ノミネートはされたけど取れなかったというところだと思うんですけども、こういう、彼の中でやはり、自分がサブカル的に消費されるのは分かっているけれども、
やはり文学っていうものに対する思考性ってのは最後に残っていたと思うんですが、いかがでしょうか。うん。これもですね、その、まあ、実はナックルで鈴木智彦さんが、まあ、あの、鈴木智彦さんね、ヤクザ関係のレポルターで。見なかったですね。その、三沢がその作家として振る舞えば振る舞うほどおかしみが増していったっていうような、これはね、やっぱり、そう、アイロニカルなんですけど、事実でありまして、何ですかね、僕もね、だから、未だにその、この人がその本気だったのかどうかっていうのは、あの、ちょっと捉えづらいっていうか、どこどこその、キッチュっていうかね、おかしみとして映ってしまうっていう、まあ、あの、ミサワロンの中でキッチュっていう言葉も私使いましたけど、あとその忖度でね、スーダン忖度キャンプっていう概念も使いましたけど、本当にこの人ね、キャンプだしキッチュなんですよね。だから魅力的だっていう部分がある。だからその、やっぱり、まあ、今もあるかどうかわからないですけど、そのミサワのいた90年代の時点で、その、純文学とか、文壇みたいなものがあったのかどうかっていうのは。そうですね。うん、そうそうそう。だけど、三沢は、僕は、俺は純文学作家だって、まあ、その、ブブカの、フォアマガジンのブブカの連載タイトルが、純文学作家の最古な日々っていうことですね。自分で自分のこと純文学作家っていうのはね、なんか、やっぱ滑稽なんですよね。うん。何かこう、私はあの、その、三沢さんが書かれたあの文章、三沢の評論の中で、三沢自身も作品に書いてるんですけど、天皇ごっこの中でこう、恩赦をこう、昭和天皇が崩御した時に恩赦をこうみんなで書くっていう場面があると思うんですけども、それ実際にまあ彼もやっていたと。一生懸命こうやっていた。それをあの、デコンキスタ史上でなんかこう、みんなも書いてくれっていうふうなことを、味の文、アジテーションの文を書いてるっていうふうに書かれてまして、それびっくりしたんですけども、読んでいてなんか、まあ、必死なんですけど、で状況も、なんかおかしみというか、なんかこう、滑稽さがどうしても出てしまうというところがあるんですよね、やっぱり。これは三沢の行動もそうですけど、思想もそうですけど、どこかこう、なんというか、思想とか純文学を本人が志しているんだけれども、それが本人が言えば言うほど、こう、本堂から外れてしまうような構造があるように思えまして、それがある種の三沢文学の一つの本質、であるのかな、あるいはこのミサーチレンという人間の悲劇なのかなっていうふうなことも、読んでいて感じたんですが、いかがでしょうか。そうなんですね。だからこの恩赦もね、これは多分ミサは本当にそれをやっていたんですね。あの、その昭和が終わるときに、昭和天皇の崩御恩赦がある。でも、それがもちろんなかったら次はじゃあ即位恩赦だっていうふうに、まあ、その切り替えていくんですけど、これはね、でも、ただ三沢の古代妄想じゃなくて、これウィキペディアの項目にもあるんですけど、夕張市、北海道の夕張市で保険金殺人事件っていうのがありまして、夫婦が共謀して、まあ、これちょっと、この事件の内容がもうひどすぎるんで、ちょっと詳しく言わないですけど、その人たちがですね、まあもちろんそのまま行けば、まあ、極刑になってしまうんだけども、その昭和天皇の崩御恩赦に期待して、一審で取り下げるんですね。で、死刑判決を受けて、恩赦で無期減刑を狙うんですけど、その凶悪犯に対しての減刑はなくて、そのまま執行されてしまうと。そういうのがあったので、なんとかムードとしか、時代の空気とかムードとして、そういうものが あったのは事実なのかなとは思う。で、あとは、その、本当にできると思ってやってたかどうかっていうのは、すごく、やっぱり疑問符がつきますよね。で、その三沢の評論だと、社会学者の大沢正史さんが、アイロニカルな没入っていう、すごくいい言葉を、まあ、生み出してますけど、その本当に信じてるかどうかはわかんないけども、とりあえず、この、片方にコミットしてみるみたいな態度っていうのが、まあ、アイロニカルな没入で、この三沢の、やっぱりそれは、小説とかエッセイとかに、とか文学とか文壇に対する態度も、非常になんかアイロニカルな没入に見えますね。さあ、彼の
いわゆる、彼は政治論文なんかも書いてるんですけれども、そういった文章も全部読んでみますと、彼の中で本当に、いわゆる右左に限らず思想とかイデオロギーってもあったのかなっていうことを私はちょっと疑問に思ってまして、それがおっしゃると本当にアイロニカルな没入っていうことだったと思うんですけども、それはやっぱり彼のあの先輩格というか、あの彼を叱咤した、いわゆる新右翼民族派のリーダー格であった箕村修介という人物は、本当に確固たる信念があったわけです。ですから、それに瞬時に運動していたと。そういう人物は一方で、野村に対して、三沢のそういう運動とか、活動とか、つぶさに見ていきますと、彼は、本当の意味では右翼でも左翼でもなかったんだ。当然、別に尊王思想も持っていなかったんだと私はちょっと捉えてしまうんですけど、本当にそれは今、徳田様がおっしゃるように、なんか、なんというか、これはもしかしたら時代性の影響もあるのかもしれませんが、そういった中である種なんか、確固たるものを持たない人間の、彷徨いというものがあったのかもしれないというふうに思ったんですが、いかがでしょうか。だからそれはですね、やっぱりその90年代サバカル、まあ80年代からそうだと思いますけど、その価値相対化みたいな感じで、すべてがやっぱりフラットになってますね。ですから、その右翼思想とか左翼思想、もちろんその極、新右翼、新左翼とかも、全部フラットに、それが例えばそのロフトプラスワンみたいな、その文化圏の中に修練してくるわけなんです。でその中でその何を選ぶかっていう中で、例えばだからその三沢の、まあ、一番弟子と言っていいと思うんですけど、天宮かりんさんは、もともとそのミニスカ右翼、右翼から、その今は、そのプレパリアート運動とか、そのいわゆる最後に、まあ、転向してるわけじゃないんですよね。だからあれやっぱり、スイッチっていうのかな。だからそのミサもすごくスイッチ的な人だったんでね、パチ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 、ファミコンのリセットボタンを押すように切り替えてる人なので、まあこのファミコンのリセットボタンを押すっていう例えももう古いんでしょうけど、その雨宮さんが出てる土屋豊監督の新しい神様っていうドキュメンタリーがあって、はい、あれを見るとやっぱり彼女が本当にその、自分を救ってくれるものとか、安心できるものに対して、綺麗に切り替わっていくんですね。やっぱり彼女、北朝鮮に渡航するんですけど、最初はもうこんな知らない国嫌だって言うんだけど、終わりの頃にはもう帰りたくない、ずっとここにいたいって言い出すんです。本当にすごい染まりやすい人なんだなっていう。で、それ、三沢もまさにそういう人だったっていうのは、ミーハーなんですよ、この人が、やっぱり三沢知念って。何でもいろんなものに飛びつく。で、あとは、すごく、インプットがやっぱりすごく多い人なので、そうですね。それがね、止めどなく溢れ出てくるような人です。だから、三沢ってよく文章力に対して難だ、まあ、言ってしまえば下手だって言われたりするんですけど、私はね、下手だとは思わないんですよ。なんだろうな。アウトプットとインプットの量が膨大だから、そこに対して思考がすごいから、そこに文体が追いついてないっていう状況がすごくあります。やっぱりこう、なんというか、彼自身すごく読書歴が、やっぱり10代の頃からすごい。本当に純文学とか思想だけじゃなくて、いわゆるサブカル的なものも目を広げて、まあ、彼自身おっしゃる通りミーハーな部分があって、それがまあいい方に図られて、膨大な知識をこう蓄えたと。でもそのおっしゃる通り、こう、それをいざ文章にして、整った形にしようかと思うと、なかなかこう、うまくできなくなって、こう、文体が乱れてしまうっていうところは、やはりこれが、三沢の作品のジレンマなのかなっていうふうに聞いてて思ったんですけども、本当にでもそれを含めて魅力なのかなっていうふうに思ったんですが、どうでしょうか。そうなんですね。だから、まあ、先ほど天皇ごっこが、好きだというふうに、いましたけど、もう一つ私がですね、結構面白いなと思ったのは、テーマならできるで、エッセイをまとめたもんですね。子供たちと。これはですね、ブブカに連載していた、純文学の最古の日々っていう本と、あとは、ムック本に書いた、少年犯罪者に関する論考をベースに、すごくその昔の過去の政治論文とか、
そのキリギスさんで作り上げてる、なんかリミックスアルバムみたいな感じ。うん、で、なんでこういう、これが、刊行されたのが、2001年9月なので、もうこの時点でも彼っていうのはもう体力的、精神的に追い詰められていて、ね、新しいものをやっぱ書く気力はもうなかったわけですね。うん、この中で、自分の過去の膨大なインプットから出してきて、こう、リミックスするっていうのは、一つのやっぱり作家とか表現の態度として、いいなと、私は思います。うんうん、でもこれね、実はこのミターロンで、本文のところでこれ書いてたんですけど、あ、そうやったね。編集の人から、まあ、開講の過程でちょっと削られてしまいまして、あ、まあでも、基本的にまあ僕も基本的にもともと編集者してたんで、編集の側の人の意向っていうのとかはわかるし、意見もわかるので、はい、まあ、わかりましたってところですごいカットしたんですけど、私はね、やっぱね、なんですか、やっぱりそう、作家とか、まあ、表現も含めてだけど、やっぱりね、その自分の中の持ち玉とかストックみたいなのがあるにはあるんだけど、それをね、全部使い切った後に、じゃ何を、それでも何も書くことがない、何も出すことがない中で、何を書くか、何を表現するかっていうのは、僕、すごい大事だと思う。で、そこに、表現する人の、本領っていうものが宿ると思うんで、これはね、僕は結構高く評価してるんですよね。うん。わかりました。本当に今出された通り、ミサの本当に煙な文体っていうのをこうエッセイで味わえるっていうのは、これもまた一つの魅力でなのかなというふうに思います。じゃ一旦ちょっと時間が来ましたので、まずこれで一旦前編の方を締めさせていただきます。まず後編の方でまたよろしくお願いいたします。では一旦締めさせていただきます。ありがとうございました。もう、はい。失礼します。